まず、スタチ、プリウスの、ハードディスクの交換を行います。まず、裏のネジ、1,2,3,4、この4本だけネジを外せばハードディスクの交換ができます。まずネジを外します。こことここは外してありますので、これを外し、4本外しました。で、これを立てて、ここのカバーをまず外します。爪でここ割り込まして、ドライバーがあればこれでマイナスドライバーでこじると、このように簡単に外せます。で、外したらここを、ここのこの配線を外します。この端を落とすとこのように外れます。次に、キーボードを邪魔なんで少し押し上げておいて、ここを外します。ないです。あと、こことここ、こここれがハードディスクを押さえてますから、これを外します。まずこれ、ネジの長さが違う場合があるので、自分で分かりやすいように置いて外してください。まずこのカバーを外します。このとこですね。次、今こことここを外したので、もうこのように外れますから、コネクタ、このコネクタを外します。このように外せました。これでハードディスクは交換できるわけです。
このピンの4本はこれは使いません。こっちだけは使われてます。このピンは使われてません。新しい波動このようにつけて、これを元に戻しますけど、これをこっちが前ですね。ここに穴があります。ここにこの穴がここの小さなポッチにありますので、ここに合わせて、この下に入れなきゃ、この下に入れて、これで入りました。でここに黒い長いネジを、あとハードディスクを押さえてるこことここのネジを締めれば、ハードディスクは固定されます。これだけです。あと配線を元に戻します。ここに入るとこがあるんで、右ないな、この キーボードを位置を合わせて、こっち側から差し込んで、ここを合わせて、左右を合わせて、ここがはめ込みになってますので、先にこっちを入れておくと、ここを先に入れておくと、これではめ込みが終わりました。外すときはこう、このようにして隙間から爪を入れてやると簡単に外せます。ここをまずうまく差し込んでおかないと、これが位置が合わないんで、ここをうまく左右、こことこの下、この下にも、この下に潜らせるように差し込んで、ここを押すだけです。
これでうまくはまりました。あとはここのこっちじゃない、この1234本のネジを締めればこれでハードディスクの交換は終わりです。以上です。